ディナーといえばロブスターとフィレミオン、そしてカーニバルがお届けする素晴らしいワインリストからよりすぐったワインなどが楽しめるエレガントなコースディナーと、豊富な品揃えのビュッフェ、サラダバー、アジア風料理、ニューヨークスタイルのデリなどが選べるカジュアルな室内または屋外レストランがご利用できます。カーニバルのトータルチョイスダイニングならお好きなスタイルのお食事が毎回ご自由に選べます。メインダイニングルームではお子様用のメニューや低脂肪低カロリーかつ風味豊かなカーニバルスパセレクションが用意されています。カジュアルなお食事には24時間営業のピザリア、それから24時間営業のアイスクリームとフローズンヨーグルトショップ、そして24時間営業のルームサービスがあります。ほとんどの客船にスペシャリティコーヒーや美味しいペーストリーを用意したヨーロッパスタイルのカフェがあります。落ち着いた雰囲気の予約専用サファークラブではマンハッタン風のシックなサービスを提供しています。多少の料金はかかりますが、ぜひご利用ください。ユニークなスペシャルメニューには熟成させたビーフを使ったプライムリブ、各種シーフード料理などがあります。どのメニューも素晴らしいものです。そしてディナーは1日のメインイベント。またお客様の便宜を図りディナーの時間が選べるようになっています。そしてディナーの後の楽しみもまた豊富、ワインバー、ラスベガススタイルのショー、大規模でフレンドリーなカジノ、クラブ、ラウンジ、ピアノに合わせて歌えるピアノバー、ナイトクラブの楽しいショー、夜明けまで踊り明かせるダンスクラブ、そして夜更かしのお客様には外せない真夜中のビュッフェ。というように船内での数え切れない楽しみや飛行地での数々の楽しい場所がお待ちしています。短い休暇や1週間の船旅、あるいは長期クルーズなどオプションも豊富です。こうした楽しみはカーニバルだけが作り出すものではありません。クルーズに集まるお客様があってこそ、ファンシップのクルーズで家族とのバケーションを過ごしたり、ハネムーンを楽しんだり、結婚記念日を祝い、ロマンチックな休暇や友人とクルーズを楽しみ、同窓会や週末のひとときを過ごしたり、洋上でのビジネス会議など、素敵な人、楽しい人、そう、皆さんのような人々が集まってこそ可能となるのです。エネルギーあふれるアクティビティから、美味しい食事や華やかなエンターテインメント、新しいアドベンチャーを分かち合う楽しみ、そして心ゆくまで満ち足りた穏やかで静かな楽しみ、どの客船をお選びいただいても素晴らしいファンシップバケーションがお楽しみいただけます。カーニバルクルーズでは皆様のバケーションを最高のものにするために最大の努力を払っています。カーニバルの素晴らしい客船についてご理解いただけたことと思います。おいしいお料理、楽しいアクティビティ、素晴らしい気候、お客様の便宜に応える豊富な出航地、ファンシップバケーションをご利用ください。数々の洋上のリゾートファンシップで皆様にお目にかかることを楽しみにしております。素敵な人々に出会い、最高のバケーションバリューを獲得し、そして何よりも多くの場所でたくさんの楽しみがお待ちしています。